はい、どうも、ショークです。どうも、まこちゃんです。はい、今日はレッドでございます。レッド珍しい。いや、もう新年ちょっと気合入りすぎてさ、もうヘッドバンドにまで現れるという。燃えたわね。今日もね、タイトルと、サムネにもあります通り、はい、最近のセジャの歌答えの紹介と、うん、最近質問が来るのが、うん、禁止の詰め方を教えてくれとか、はいはい、禁止を回すためにどうしたらいいですかとか、うんうんうん、もう多いけん、過去にね、一番最初に俺が YouTube 始めたぐらいに、撮っとっちゃけど、うん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 、まあ、もう何年も前やけん。もうそうっすね。リニューアルしとこうかなっていうことで、もう一度ね、禁止詰めの方もちょっとやっていこうかなと思います。うんうん、はい、お願いします。はい。じゃあまず、うか答え紹介。はい。まあ結果から最近のうか答えで言いますと、もうこれ何とかもう分譲済みになっとったよね。うんうんうん。だけど今、5頭しかおらんっちゃけど、はいはい。104、105、105、107、うん、その他に100、106、2頭と105、1頭がおったっちゃけど、そっちはもう分譲済みの状態で紹介したかったっちゃけど、なるほど、うん、になってます、はい、でもうちょっとここら辺もね、こう声がもう今ちらほら来てるので、うんうん、まあちょっと種親も取っときたいなと思って、まあ、そうこれ LINE がほとんど違うけん、うんうんうん、最近の歌答えって本当もうどれ種親にしていいレベルに浮かしてきてるっていうのはあります、うん、確かに本当最近ねアベレージがもう105とかじゃないかなっていう。いや本当にこれ本当だって100ミリってもう思ったね。100アップ1頭とか2頭以外はもうほとんど104オーバー。アベレージがやばいね。本当に本当にもうねぶっ飛んでます。やばい。でも何回も言うけどこれラストピースのおかげです。確かに。いや、本当そうっすね。いやマジやっけ。で最近ほらラストピースめっちゃ使ってくれる方も、うんうん、めっちゃでかい幼虫めっちゃ出しよう、出しよう。だけど嬉しいなって思う。分かっとったっちゃけどやっぱいい禁止ですよ。うん、こっちはまずじゃあいきますね。喋りすぎました。そうですね。はい、そうですね。はい、こちら104アップですね。ちょっと羽ちょっとこうシワができとっちゃうけど、ああでもそんな言うほどあれっすね、うん、ごついやろこれ。ごつい、これごついもんね。104アップです。ああこれごつい。ボディ幅も結構ある。ああ厚みもやっぱあるね。うん、厚みもあるよね。これめっちゃかっこいいことですね。これも、108.2 と、F ラインを使ったラインです。はい。100アップ。これがまあ、うん、今回紹介する個体で、あ、一番小さい個体ですね、うんうん。小さいって言ってもだけど、ね。これ 104.5 とかなかったかな。ちょっとごめん。うん、でも104アップも確実。うんうんうん、もう昨日再計測しておけ、うん。次が105アップです。うんうん、これね、もう紹介してほしいって結構言われとっちゃう。最近もうそういう動画もあんま撮ってなかったっけ。まあそうですね。こちら100バップ超バランス型っすね。おお、かっこいい。かっこいいやろ。かっこいいねこれ。あの正確な数値覚えてないけど100バップは確定。うん、やっぱ存在感はすごいね。うん、セジャンは。ほう、めっちゃバランス取れとよ。うん、綺麗ね。超いいですよ。あでもこれやっぱ、あ、生のがやっぱすごいね。まあそうやね、うん、これがね、デルタと、クロスラインのコです、うん、デルタ 108.4 とセジャとデルタをクロスさせたラインのメスを使用してこちらになります、うんうんうん、これが105、これ105アップ。やっぱデルタの特徴が出るとケツが小さかったやろ、うんうんうん、ケツがちょっと小さめで、完品化率がやっぱ上がるよね。で、続きまして、こちらも105アップ。こちらも105です。これ、顎型もいいやろ、これ。ちょっとね、ここ、シワできてるけど。あ、そうね。超かっこいい、ね。いや、すげえな、やっぱ。いや、これね、うん、俺めっちゃ気に入ったことよ。うっすって。うわ、厚みとさ、このバランス。かっけえ。これかっこいいよね。うん。めっちゃかっこいい。これめっちゃお気に入りっす。超かっこいい。すっごっ。うん。これね、生で
あの見てほしい個体かな。結構こうね、実際こう顎先まで面積もあるっちゃね、うん、超いいよこれ。うわーめっちゃいい本当ね。105後半ほとんどあるけん、105アップ確定です。はい、で次がまあ107、107だこれちょっとあの今で 107.1 とかやけん、ちょっと縮むかな、もうちょっと縮む可能性あるけん106後半にしとこうかなと。106後半はもう確定、まあ、多分107残ると思うけど、うん、それがまあ今回紹介では一番でかいのかな。いいね、いいよ、厚みも、厚みもあるね、存在感がこれね、やっぱね、で このねラインが面白いと、100ミリ1と106アップ2とで4投目がこれ。マジでマジで、マジ、えこれやばいっちゃう、やばいね、うん、これがデルタとセジャの掛け合わせで 106.3 と 51F っていうラインって感じやね。ちょっとね、本当はねこうイベントとかもさ、うん、セジャダーって並べたいっちゃけど、もう本当注文嬉しい悲鳴なんですけども、もうすぐやもんね、もう種親もねやっぱね、もうどれかも取りたいっちゃけど、うんうん、やっぱもう欲しいって方優先にさせてもらうよるけ、うんうん、だけど俺種親がね今何頭かな、 2,3 頭ぐらいしかないじゃん。うん、でまあさっきまこちゃんにも言ったけど、まあまこちゃんの後ろにあるの全部さなぎやけ、うんうん、これからバンバン浮かう予定があるので、そうですね、またこういう動画も撮ります。うん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 。でまあ今からちょっと禁止詰めの、そうですね、仕方みたいなのをちょっと撮っていこうかなと思います。はい、はいはい、うん、はい、お願いします。禁止詰めですね。はい、ね、もう今日ちょうど禁止詰めしよったっけ、はいはい、まあちょうどタイミング良くて撮ろうかなと、うんうん、まあもうとりあえずこれでラストピースで7ブロック崩してます。はい、大体ね、この衣装ケースに8ブロックぐらい、ラストピースの場合は入れたら結構パンパンかな。はいはい。で、届いて、開けるよね。はい。結構さ、ラストピース使ってる方、はいはい、結構声聞くのは硬くて崩しにくいみたいな。うんうんうん。俺あんま、俺結構力強い方やけん、そうそう、うん、あれ初期さんもう基準ならんけんすね。マジ力やばいけん。まあこうやってあるやんブロック、うんうん、でこうやってもうガンって崩して、うん、まあこう崩しやすい大きさにまず割る。はいはい。でこれ100均のバーベキュー網やけんこれ。はいはい。でこれこうやってこれだけ、うーん、本当に。でこの皮膜、はい、こうやってバーって吸っていきよったらこういう皮膜が出るじゃん、はい、はいはいはい。この分厚いのだけも俺は捨てよ。なるほど。もうそれが落ちたのはもう気にせずに詰めてます、うん、なるほど。何も問題ない。昔はさ、はい、もう気になってさ、こういう皮膜も全部取れたとこやって、ポイ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 。はいはいはい。でも、あんまり気にせんでもいい。気にせんでいい。うん、あまりにも分厚いのは、もうこうやって残るけん、網でこう吸いよう。それだけ覗くって感じかな。まあ、じゃあ基本的にはもう全部使えるんですね。そうだね。あと、まあ、その、禁止によっては、うんうん、皮膜、はい、膜が張りすぎて、はい、こう、パンナイフとかで、削らないかん禁止も存在はしとってないかな。なるほど。ラストピースの場合はもうこれで OK。 うんうんうん。へえ。全然こ、まあ、俺も慣れとうっていうのも、うん、まあこうやってじゃあこう皮膜残るよね。うんうんうん。これポイント。へえ。っていうか俺禁止爪、うん、初めて見るけど。あ、そっか。うん。そうやね。初めて見るけど。うん、大変っすねこれ。これはだけね、いやこういう作業があるんですね。でこれを言おうといつも禁止詰めで100ブロックあるけん。ああ、俺1日で100とか詰めるけんね、これやばっ。こうやってバーって崩します。へえ、まあ、ちょっと俺のスピードでもう普通にいくけん。うん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 。今のも皮膜取ったというね、シレット。うんうん。大体8ブロックで、ね、この衣装ケースが満タンで、あと質問が多いのが、はい、ラストピース1ブロックで何本ぐらいできますかっていう、はいはい、とね、プレス機仕様で1500が2本とちょい、う
日本とちょい、うん、日本とちょいかな、うん、日本と半分かな、1500ボトル、3250はプレス機仕様で1本とちょっと残る。ああ、なるほど、プレス機仕様でね、うんうんうん、手詰めやったらもちろんプレス機ほどは閉まらん、閉まらんですね、うん、もうちょっと取れると思います、うんうんうん、で、ラスビースのオーガンの大きさ、こんぐらいね、微粒、中粒、うん、あ、うんうん、アラメっつってもこの、こんぐらいの大きさ、この、1センチないぐらいの、うん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 、これぐらいの大きさが混じってます、微粒、中粒に、うんうんうん、で、クヌギブナ混合の、大平竹ね、はいはい、で、ま、あのレシピは内緒です、まあ、そうですそこはあ、ごめん、勝手に滑ったまず、もう一回いくよ、はい、ね、まずボトルこれ入れます、はい、だいたいこうやってバーって入れて、まあ、口に来るまで、はいはい、こうやってこう持つやん、はい、これ、これが一番大事だよ、こうやってこれ、全然痩せたやろ、うん、これだけで痩せるとよ、ほんとだ、これなんでするかっつったら、もうあの、粗めも入っとるけん、はいはい、ここにね、空気層ができるとよ、これをしとかんと、あー、ふわっとやったらそう、うんうん、お、オガとオガがさ、ふわっとしとったら、うんうん、こう、重なっとうやん、うんうんうん、これをしたら、そのオガとオガがこう、パズルみたいにこう、ギュッて閉まるわけ、うん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 、これを絶対しとかんと、うんうん、ふわって入れてそのままプレス機しとったらもうこの状態で詰まっていくん、要は、わかる、はいはいはい、そしたら何ができるかっつうと、ここに空気層がいっぱいできるわけ、うん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 、そしたら菌が回った後に時間経つとそこに水分が空気層に入って、あー、なるほど、そっから劣化が始まるわけ、はいはいはい、あえー、この作業ってめっちゃ大事、絶対、あの、うんうんうん、あのラストピース使用もやし、もうどの菌種でも、うん、あの粗めが入っとう禁止に関しては絶対、なるほどですね、微粒子でも俺はする、うんうん、うん、まあ、あんまりせんでいいけど微粒子は、うんうん、でもするにいいことはないですね、もう俺はもう体が覚えとおけん、うんうんうん、その微粒子でもやってしまう、うんうんうん、俺は、うんうんうん、絶対これを何回も繰り返す、まずプレス機使う前に、うん、お、結構閉まっていくんですね、閉まっていくからこうやってこれ、でこれぐらいやったらプレスです、いよいよ、うんうんうん、まあ、まずクッてこう肩をつける感じ、プレス機仕様ね、これ、はいはい、まあ、手詰めでも一緒、まず肩をこうつけてあげる、うんうんうん、ギューッとじゃなくて、ね、うん、もうこうやって肩をまずつけてあげるイメージ、はいはい、で、ある程度肩ついたなってなったら、うんうん、グッて一回力入れる、うんうん、これね、プレス機ものすごい力で、あの人間の手では不可能なぐらい圧かかりよるけん、なんかあんまりグラッてやりすぎるともうガッチンガッチンになるけん、うんうん、それやりすぎ、ガチガチは良くないですね、良くない、ガッチガチやりすぎるのは良くない、うんうんうん、けんふわって肩つけます、はい、ちょっとクッて入るけん、うんうんうん、一発目は、はいはい、こうそれをこうやってリズムよくこう詰めて、うんうん、はい、でここまでいったらもう一回同じ作業入れて、はい、パンパン、もう一回入れて、パンパン、ね、うんうん、もう一回またこれも一緒、肩をつける、でもこれ結構肩口に近くなってきたよ、はいはい、ここが重要、はいはい、ここが確実にね、ボトルの側面にこの皿みたいなやつですね、そう、この押す、押す、押すね、プレス機のこの皿、うんうん、皿の先端が必ずボトルの側面に当たるように当たるイメージ、うんうんうん、要はこの R になっとるこの肩口をしっかり詰めてやるイメージ、なるほどなるほど、要はこうガンって当ててやらないか確実に、うんうんうん、だけどこうしたら詰まらんやん、うんうん、隙間があるわけですね、うん、こうだけど見たら分かるよ、ここ入ってろ、きれいに今側面にこう当たっとっちゃう、ボトルの側面に、
でなんとなくでこんなのしよったらここ詰まらんけんね。うん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 、これをしとかんと次入れた時にもうここ詰めなくなるけん。なるほど。肩口をきれいに詰めたなら今しかない。うんうんうん。俺はねもう慣れておけんさ、うんうん、こうボトルをこうプレス機のにこう当てた感じ。ああああああ、こういうふうに、はいはいはい、当ててこれを回しようと。当てた状態で、ああああああ、したらもう皿とくっついてる状態ですもんね、中で。はい、じゃあこれ見て、ここまで綺麗に詰まっとっちゃう、肩口に。うんうんうん、空気層なく。これをまた、これまだ完成じゃない、だいたい3回プレス機、はいはい、使う感じかな、3250ボトル1本詰めるのに。うんうんうん、大体3回ぐらい。もうこれで3回目で仕上げる。うん、これこれここもグッて押さえる。さっきの2回目にプレスしたあのやり方をしとかんと、うんうんうん、3発目にやろうと思ってももう入らんけんね、ここ。なるほどなるほど。だけあの2回目ってめっちゃ重要なんや。うんうんうん、ボトルに当てながら押し込むのがポイントですね。そう、こっちね。うんうんうん。ただこう適当にこうやって回しながら詰めようったら、うん、きれいに詰まってない。なるほど。これ重要です。うん。ものすごく。はい。でこれで完成、詰めが。で俺はここにもう最初から穴開けて。ドリル。慣れ、もうやるしかないこんな感じで、これで完成です。おお、分からんかったかもしれないけど、そこ、うんうん、そこはもう勝手に大きく開けておく。あ、そうなんですね。そう、幼虫が、ね、寝れるように。へえ。入り口は狭く下は大きく小移動。ああなるほど。っていうのをイメージかな。うんうんうん。はい。でタイペストフィルターをして終わりです。これが3250ボトルの詰め方。はい。でこれじゃちょっと分かりにくいけん、うん、ちょっと回っとうのを持ってくるけん。はい。これこれがもう菌が回って幼虫入れとう状態。もう幼虫見えんけど、もう中で食いよう。あ、ほら綺麗やろ。うわ、こう回り方すごいね、ほんと。で大体あのね、結構菌糸の劣化とか早い人、はいはい、だからラストピース自体は餅っていうのはもう絶対考えられとるけん、うんうんうん、餅を絶対大丈夫です、うんうんうん、ただ劣化が早い人とかのボトルとかを聞き寄ったら、はい、この肩口がやっぱり詰まってないけん、こっから痩せようとよ。なるほどなるほど。でここに水分が溜まっていって、うんうんうん、こっから劣化していっけん。あ、なるほどですね。だけどものすごく菌糸詰めって実はものすごく大事で、うん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 、でこれはどうやって覚えるっつったら、もうやるしかねえ。回数ですね。もう詰めて自分で体で覚えるしかないっていうのが、うんうん、まあ答えかな、うんうんうん、だけど俺がこうやって動画撮ってあげて、うんうんうん、まあ、参考になればなっていう感じかな、うんうんうん、まあ、参考程度で思っとってもらえれば、はいはい、詰め方って人それぞれ違ったりもするけど、うんうん、俺はこうやってますよっていう質問が多いけんね、うんうん、なるほどですね、うん、あとはもう自分でやりながら、うん、あ、じゃあ俺こうやってみようとかでいいと思うし、うんうんうん、僕はこうやって詰めてます、はい、次が、1500ボトル、はい、これちょっと1600やけど、はい、1500と3250、はい、詰め方はまた違います。あ、そうなんですね。この第一段階は一緒、うんうんうん、これ詰めて、これ一緒ね、はいはい、これ絶対、これ800ボトル詰めようがこれ詰めようが3250ボトル詰めようが、うんうん、絶対これする。このポンポンはいるんですね。これだけで絶対変わるけん、うんうんうん、その分が痩せようけんね、要は。そうですね。グッグッって縛っていきようみたい、うんうんうん、これも一緒で入れるやん、はい、入れたらこれはね、もうほんと俺はよ、はい、この1本目はもう肩つけるイメージ、うんうんうん、もうグッて線でいい、うんうんうん、1600もね、ほんとこう肩つけるぐらいでちょうどいいから、うんうんうん、こうやってで、この1600ボトルの場合、はい、こう平に見えてここちょっと
型があるけん、うんうんうん、そこはもちろん同じですね。キュッ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 て、うんうん、してあげないか、こっち。で、大体1600ボトルは2回かな、うん、今のやつで2回。もうめっちゃ軽いよ、さっきと違って、うんうんうん、3250ボトルは上に行けば、肩口に行けば行くほどしっかりキュッ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 って詰めてやるよ。あーなるほど、ガチガチじゃないよ、うんうんうん、まあ、初心者の方とかが多いのが、うんうん、まあ、これ実際見たこともあるし、うんうん、もうプレス機でさ、もうグワーッ、もうあれ NG。 でもそのイメージですもんね、うん、僕もそうやけど、1本目はもうこう肩つけるだけ、うんうんうん、もうなんていうかな、もうこれね、体で覚えてください本当。まあ、俺はプレス機、ハンドでも一緒、うんうんうん、その体で覚えてもらった方がもう早い、うんうん、このそうですね、感じはグーッとかする必要ない、うんうんうん、まあ、でもこの軽くグッて押しよう感じでもあのハンドより詰まりようけんね、うん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 、それぐらいこれ圧強いけん、うん、散乱剤とかバキーで割れるけんこれ。そうですよね、うん、今効くっすもんね。一回これ本当に痛いとこやなと思ってさ、はい、軽くキューって垂らしてさ指落としちゃっちゃう、しまめになりましたなるほどねみたいな、すごいパワーっすねやっぱ、うん、しまめになるけんマジでこれ逆に気をつけるからね、うんうん、でもこれはもう割り出し用のボトルやけん、はいはい、もう穴も小さい、うん、まあ、こんな感じ。はい、これもあれですか、奥が広くなったんですか。いや、これはなってない。もうこれは、うん、これはあの初冷とか2冷入れる用のボトルやけん、あ、うん、はい、これで完成ね。はい、まあ、回ったやつ、はい、これごめん、これあの、ね、これ層ができとうのは、はい、余った材料をこの最初に詰めとったけん、これ古い材料がこっちに入っとる。てかこんな風にほら最後禁止詰め中途半端に残ったのこうやって俺置いとって、うんうん、で次禁止詰めするときにこれに詰めるけん、なるほどなるほど、この色が違うし層ができとる。それは問題ないですかね。問題ない問題ない、全然問題ない。わ、でも回り方完璧っすよ。完璧やろ、やば、うん、これもう幼虫入れた、うん、さっき割り出しとったけど、うんうん、分かったかな。ちょっと、うん、まあ言葉で言うのは結構難しかったね。まあそうですね、それちゃうね、はい、でまあ本当に禁止詰めの質問も多いし、うん、どんぐらい取れるのか、うんうん、1ブロックで。そうですね、ラストピースの場合は、今の1500ボトルが2本とちょっと、うん、で3250ボトルは、1本とちょっと、はい、取れるって感じです、1ブロックで、うんうんうん、そんな感じかな。この時期はそんなに気にせんでいいけど、はい、夏場とかの禁止に関しては、はいはい、届いたら必ず1日か2日はあの自分のルームに鳴らしてくれっていうのは言いたいね。はい、ああ、はい、なるほど、うん、やっぱ禁止も生き物やけん、うん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 、まあ、俺実際でもね、今までもう昔からやけど、はい、禁止をクールで頼んだことってほとんどないじゃん。うん、夏でも。なるほどですね。俺は1日2日もうルームに置いてあの使うっていうイメージなんですね、俺は。馴染ませる感じですか。そうそうそう、ちゃんと自分の環境に息しようけないですよ。で生きとるけん、そうですね、ちゃんと自分の環境に慣らして詰めるっていうのはもう基本的なことや、うん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 、この時期はねそんな気にせんでいいかな。うん、夏とかはそうですね、うん、温度差もあるけんですね、まあ、クール瓶を使っとったとしても、うん、それはもう夏はせないから。そうですね、うん、クール瓶とかも冷蔵庫や、うん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 、うん、それはね、いきなりそのクール瓶で届いてうわー詰めて置いても、うん、やっぱり発菌は悪くなる、うんうん、どうしても活性化してないけんまだ、うんうんうん、必ずルームで1日2日は鳴らすのが基本です、はい、うん、まあ、今のが禁止詰めの、まあ、僕の基本的なやり方ですね、うんうんうん、こういう動画はやっぱ増やしたらいいかもしれないですね。まあ、取っとっちゃうけどね。おうおう、うん、まあ、他なんか結構いろんな質問いただいてるんですけど、まあ、多い質問からちょっとやっていこうかなですね思います。うんうん、でまあ、本当にねラストピースあのいい禁止なんで、うん、ぜひあの皆さんも使って、はい、超大型答え出すように頑張ってください。僕ももっとやばいの出しますよ。はい。
じゃあそんな感じで今回の動画終わりたいと思います。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイバイ。ジャケラー。